あ、左だ。あ、それだ。ありがとうございます。なんか乗ってますかね。モノレールみたいな。まで行くみたいです。ああ、怖い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 。結構揺れる。下っていきます。下っていきます。あ、着いた。本当だ。なんて書くの？決まってるの。OK。もうこれ可愛い。パパ浴衣着ようよ。これにしよう。先生って好きだよね。これ買うの？これウルワチョイスです。あ、なんか枕がある。あ、なんか高級羽毛枕とかそば枕。え、そば枕いいね。後で後で。すごいやっぱできたばっかりだから綺麗ね。あ、できたばっかりだ。うん。すごい。バス停。じゃあ外はじゃじゃーん、温泉。外に出てみよう。温泉出てきた。大丈夫？大丈夫じゃん。はい、パパ髪の毛バサバサですけど、今日はパパの誕生日旅行ということで那須塩原に来ました。違うか、塩のここは那須、違う、塩の湯温泉、うん、塩の湯温泉というところに来ました。はい、明日誕生日ですね。おいくつになりますか？43歳です。はい、だって言わないでよ。なんで43、なんでなんで恥ずかしいって。43歳恥ずかしい。43歳に見えないってこと、パパ。うん、36歳に見える。え、そうで5歳上がった。じゃあ43歳まだまだ元気で。はい、頑張ります。まだまだ。ということで浴衣に着替えます。うちゃんはね、ジンベエだったからジンベエ嫌だってことでパジャマ。可愛いです。可愛いです。あ、またやってる。左右逆ですね。いつも皆さん突っ込ましてばかりで本当すいません。気をつけます。どうですか、パパさん？いいですね。っていうことで外でのんびりします。鼻毛一本だけピョーンって。気をつけたね、仕事の時とか。この人鼻毛出てるなと思ってさ、鼻毛にしかさ目いかなくてさ全然話に集中できなくて、ずーっと見られてたら分かるかな、俺鼻毛出てるかな。全然鼻毛出てるもんね。大体で月3ぐらいだよ。いや、月3ぐらい、週に1、2回だよ。どんだけ伸びんだ。鼻の穴が大きいからしょうがなくない。鼻の穴が出てるタイプじゃん。そうそう、私は鼻の穴が中にあるタイプだから鼻毛でも私生えないから。頭に鼻くそついてる。ねえねえ、そんなことない。鼻くそついてるイメージないって言われる。どういうこと？そんな話になるの？私は他ちゃん鼻くそついてるイメージだね。じゃあ俺がいつも見てるのは何だあれ？あれは。こっち。ああ、いいな、自然って。ね、しかも暑くなくてよかった。ね、行きましょう。ご飯屋さん行ってきます。うらちゃん行くよ。うらちゃん、あれ、うらちゃん、あ、いた。ご飯楽しみだね。楽しみ。久しぶりじゃない、なんか和食とか。確かに。てか、最近一緒に食べれてないからさ。そうだね、ご飯食べるのも久しぶりだね。2週間ぐらいで最近ね。ね、帰ってくるの遅いから。お食事どこ？あ、3回。あ、それ3回。下がるでしょ。なんか急にここだけ学校の階段みたいな。なんか急に。さっきまで和だったよね。和だ。日本のさ古風な内装だった。まず畳が日本っていう認識ないよね。あ、まあそうだね。学校みたいな。わしとか分かってない。うん。あゆちゃん、ご飯どころどこですか。お部屋の番号教えてください。412、ありがとうございます。ご案内します。素敵。インスタ更新してんの。裏垢の。裏垢ね。フォロワーは。1400人。結構いる。はい。パパ、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、おめでとう。元気で過ごしてねって。はい。ハモとマグロと島アジ。これがカニのなんか。いただきます。通常だよ。うち美味しいですか？うん。あ、クリスタル。うちはこのクリスタル好きなんだよね。クリスタルっていう名前なんだ。そう、マグロ食べてください。マグロは好きです。大好きです。はい。美味しい？これやばいね。島味？美味しいでしょ。でもマグロが一番美味しい。うん。マグロナンバー1。マスタードと香味だれで食べるんだって。うわ、お肉めっちゃ美味しい。柔らかい。美味しい。豚肉はマスタードだよね。この香味だれ美味しくない？あなた英語バカだね。英語は私好きだよ。私。いただきまして、茶碗蒸しと血あゆと豆乳鍋。温泉行って、あ、声がやばい。マッサージをしました。温泉も気持ちよかったし、マッサージもめっちゃ広くない？え？温泉めっちゃ広くない？広かった。広かった。本当？露天もあったでしょ？顔ぶっそ。顔ぶっそ。顔ぶっそ。びっくりした。マッサージの時のこれむくむんだよ。で、今から夜泣きそば食べます。名物なんだって。無料でしょこれ。無料だよ。いただきます。うん、美味しい。このね、チリチリ中華そばみたいな好きなんよ。下向くもね。ね。一昨年のね、7月にできた。2年目だって。すごい面白い作りしてるね。フロントからホテル行くまでもアトラクションみたいになって、たまたま見つけた一休さんで。一休めっちゃ愛用者だからでポイント貯めて友達とご飯食べる時もポイント使ってるし、一休の案件みたいな。一休さん仕事ください。うん、すごいね。出して口からめっちゃ食べるやんみたいなさ、なんか食べちゃいけないみたいな。いや別にそういう言い方じゃない。すごいねっていう。めっちゃ食べるやん。めっちゃ食べるじゃんみたいな。それ引いたらめっちゃ食べるじゃん。すごいねめっちゃ食べる。なんですごいねこれっぽっち。なんだ明日朝からサウナ行くからいい？じゃあな。うん、いいんです。食べたい時に食べるやん。完食、ごちそうさまでした。あー、寝よう。食べてすぐ寝る人。ではおやすみ。おやすみ。明日は5時に起きてサウナ行って8時にはご飯来ます。おはようございます。あ、目パンパンだね。パパ、誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。今日43歳。そう、43歳。しかもめっちゃ晴れてんだよ今日。ね、今七夕晴れって珍しい。おめでとう。今年はいい年になりそうだこの晴れは。43歳おめでとう。死なないでね。何？元気に過ごしてね。はい。この魚はここで食べられるらしい。大好きな塩辛がある。味噌汁はおかわり自由。いいね、あったかいの。今日焼け止めとファンデだけ塗りまして、パウダーもはたいたところで、リールで紹介したテメイジの目のこのカラー。付属のねパフでこの目の下たるみグマがね気になるので、そこにちょんちょんちょんってやってあげると、ほら足の跡でここはねマリオネットラインが出てくるから、ここをねちょっと軽くしてあげて、小鼻とやばい、美獣がやばい、本当美獣っていうかなんか本当見た目がやばい。今日パパの誕生日の日になんてこった。今日はこのアプリリーの2段バニティポーチ1個できました。かわいい。髪の毛どうすんのそれ。坊主にしようかな。やめな。やめな。今日はもうこのまままっすぐ帰ってマダブダヒルズに行きます。パパの買い物します。イエーイ。ハイライト。キラッキラ。ツヤツヤになる。顔の凹凸がないからさ、色をパキッとさせて影と光をね入れないとダメなの。眉毛は濃いめですけど、よいしょよし、じゃーん。アイシャドウね、エナモルのめっちゃめちゃ可愛いミモザピーチを使います。この色がね意外にめちゃめちゃ綺麗で可愛いんですよ。一見なんかすごい強そうなカラーだけど全然そんなことなく、ほら分かりますか、イエローをここにのせてあげるんです。めっちゃ綺麗じゃない。でここの色を取って二重幅がなんかこういう血色感のある色をのせてあげると肌がピチッと若々しく見えます。なんかちょっとブラウンとかさ、ベージュ系とかくすんだ色をのせちゃうと私は顔全体がくすんで見えちゃう。この辺をね、気持ちいい天気だよね。記憶にはないわ、七夕のこの天気。しかもこの辺の空気感がちょっと冷たいけどしっかり太陽も出てるみたいな、うん、この風気持ちいいね、やばい。このミニブラシもねエナモル、私は結構つり目だから影入れて少しだけ垂れ目にしていく感じで黒目の下まで。なんかこのエナモルの好きなところ、このさ締め色がパキッと発色しないからメイクそんな慣れてない人とかでも使いやすい。はい、こんな感じ。さらにラメラメ、これめっちゃ綺麗ですよ。ロムアンドの01番のグリッターシャドウ。わあ綺麗。いい感じ。チークもうちょっと濃くしよう。ルミアグラスベルベットライナーの04番、目尻だけね太めにやるんですね最近は。キャンメイクの下地。朝早く起きてサウナ行くっていうのは叶わなかった。はい、まあね5時半に1回目覚めたの。10分ぐらい寝て行こうと思って気づいたら8時今日はクレドポーの日焼け止め全顔に塗って、で部分的にこの真っ赤な下地を塗って、このボビー・ブラウンのコンシーラーで部分的に気になるところをぼかして、トルガバのプレストパウダーをやってって感じですね。リップもクリニックのメロンポップの05番のリップ。OB ブラウンのベアブロッサム。忘れ物はないですか？見つけにくいものですか？探し物か。ムーダのやつ。これ4本目ぐらいのリピ買い。これめっちゃ使いやすい。で根元ってよりかはまつげの先っちょこうやってやってあげるんですよ。わお。キャンメイクのさ下地噂通りめちゃめちゃいいですね。パパどう漏れた？漏れてる。漏れてる？漏れてるはおかしい。漏れてる。下まつげはやんなくていいや。よし、じゃあいきまーす。可愛い。朝のむくみの顔やばかったけど今はだいぶいつもの星の子になったんじゃないでしょうか。パパさんどうでしょうか。ありがとうございます。入れて。爆発音みたいにやめて、マジで。可愛い。可愛くはない。可愛いです。これメゾンスペシャルのネックレス。これめっちゃよく使ってる。今日はフリリーの帽子をかぶっていきます。皆さんこれたくさん注文いただきましてありがとうございます。カメラ持って準備できました。コアフィットです。これでむくみを取りました。ということでこの旅館ともお世話になります。バイバーイ。声が聞いてる。いい写真撮りました。どうしよう。はい、ゴーゴー。